このたくさんの古い本、調べてみるか。警部さん、手袋をするんでちょっと調べても。これ、黒魔術の本。俺は外国語はわからねえからな、仕方ねえ、任す。あ、え、プロタン、外国語いけんの？ありがとう。白色、白色なのね、プロタン。ああ、やはりこの本は西洋黒魔術の本のようだ。これと同じような魔法陣が書かれていて、さまざまな術を行う手順が詳しく書かれている。ほー、なんで黒魔術？いわゆる魔導書といったところか。デタラメなものかもしれないが、魔導書。岩井がそれを見ながら儀式をやってたってことか。岩井がやってたの、これは。魔導書の他にまとめられた手書きの資料もある。随分熱心に研究していたようだ。白石家じゃなくて岩井がやってた。全くそういうタイプには見えないが、人を見た目で判断してはいけないと痛感するね。あ、やっぱ岩井がやってたってこと？黒魔術の研究をしていた岩井が何のために？え、やっぱ岩井がやってた。お前うるせえな。黙ってろ、すいません。資料によると、ここにある魔法陣は回春術、若返りの黒魔術といったところだね。若返り？他には蘇生の黒魔術なんていうのも載っている。蘇生？え、蘇りの秘術と関係ある？いずれの術にも生贄を捧げるといったことが書かれている。なんとも物騒だ。蘇生？用の東西や術の方式を問わず、人々が秘宝に願うものは変わらないようだ。こっちの資料は手記のようだ。どうやら岩井が書き残していたものらしい。手記？なんでそんなもんがあるんだ、手記だと。ふむふむ、この男ずいぶん細かく記録を残してくれたものだな。え、そんなマメな人だったの、岩井。まるで誰かに提出するためのレポートのような。何？あ、どうした、プロタン。いやー、なんと、まあ、これは驚いた。今日何多くない、マジで、プロタン。どうした、何が書いてあるんだ。うん、これはすごいぞ。ざっと要約して説明しよう。あ、ありがとう、気が利く。まずやはりこの岩井という男は、何年も前から本気で若返りの黒魔術の研究をしていたようだ。ほう、若返りの黒魔術。この男が黒魔術？なんで？それというのも、その魔術を成功させれば莫大な報酬が得られるかららしい。報酬？誰からもらうんだ？実際この魔導書を手に入れたことで、ある程度まとまった報酬を得ている。あ、だからその記録つけてたってこと？なんだと？なんかどっかで聞いた話だな。ん？どっかで聞いた。そもそもどうやって岩井が魔導書を手に入れたのかだが、うん、服役中に獄中で根島文親から隠し場所を聞いて手に入れたらしい。あ、じゃあ根島と知り合いだったってこと？は？その刑務所の中で。なんでそこで根島が？ちなみに岩井は根島事件を報道で知った時からずっと根島文親に対して強烈な憧れを抱いていたようだ。あ、じゃあ岩井がやったのか、これは。このスクラップはもはや崇拝と言ってもいいレベルで。はあ、根島フォロワーだったのか。崇拝、あんなやつをか。学生運動が盛んだった世代だ。世の中を震撼させる大きなことをする人物に憧れる者は一定数いる。あー、凶悪犯罪者にそういう信者がつくみたいなのあるもんな。ここにある切り抜きや写真は岩井が当時からずっと集めていたもののようだね。それでたまたま獄中で遭遇したものだから、積極的にコンタクトを取ったそうだ。それで魔導書を渡されたのか、根島から。
なんでねじまが。わからねえ。全然理解できねえ。ねえ、ボス。いや、それよりもわからねえのが。なんでねじまが魔導書持ってたんだ。ねじまが魔導書だと。ねえ、ボス。そこ気になりますよね。そんなの初耳だが、どういうこと？それも書いてあんの？そう、僕が驚いたのもそこだ。プロタン、ねじま文親はなぜあんな事件を起こしたのか、その動機は長年謎とされてきた。あ、それに関わってるってこと？俺も結局そこは腑に落ちてねえままだったが、ねじまの動機がそれ？おいおい、まさか生贄？まさかあいつ生贄にしてたってこと？そうだ、あの犯行は儀式だったのだ。黒魔術のね。あー、なるほど。この魔導書にも生贄を捧げる方法としてねじまの行ったのと同じ手順が書かれている。その女学生を切断するっていうのが手順だったのか。ねじまは黒魔術の生贄のためあんな陰惨なことやったってことか。黒魔術、その若返りとか蘇りのために。そうなる。ねじまの行った術は蘇生の黒魔術、岩井のやっていたものとは違うがな。あ、蘇生しようとしてたんだ。誰を？警部の話ではこんな魔導書はデタラメのインチキだそうだが。ああ、ボスはそう言ってたね。少なくともねじまや岩井は本気でこの通りに行っていたわけだ。本物だと信じてやってたってことか。くそ、ふざけやがって。あの男が蘇生の黒魔術だと？蘇生誰を？ねじまには当時蘇らせたい人でもいたのかね。ねじまが。お、ボス。ああ、そうか。心当たりあんの？そういうことかよ。初めて見る表情。ちょっとボス、真実の口みたいな顔やめてください。手突っ込みたくなるんで。なんてこった、クソ。いや、ずっと真実の口フェイスなんだけど。ボス、どうしたの？マダムが引いてますよ。マダムが手を入れていいのかどうか逡巡してますよ。ねじま事件には実は当時からずっと非公開とされてきた情報がある。え、なんだって？ほう、非公開。ねじまの家に強制捜査に行って逮捕した時だが、あ、ボスがね、あいつの家になぜか赤ん坊がいたんだ。赤ん坊？え、恋人がいたってこと？ねじまに。生後半年くらいの女の赤ん坊だが、汚物まみれでガリガリに衰弱してて。すぐ保護したが今にも死にそうな状態だった。あと少し遅かったら危なかった。あ、一命は取り留めたんだ、その子。その子はねじまの子供なのか。ねじまの家にいたってことはそうなんじゃない？やつは逮捕後、その赤ん坊は橋の下で拾ったとか言ってやがった。拾った拾った？捨て子ってこと？ねじまの子供じゃないってことか。ふむ、子供のしつけで脅かすためそのようなことを言うのは聞くが、いや、確かに近年コインロッカーに新生児を遺棄する事件などもあるにはあるが。あー、コインロッカーベイビーってやつですね。真偽は不明だ。あ、 DNA 鑑定とかもやってないのか。だが当時は一つ気になる話があってな。心当たりでもまだなんかあるんだ。これも有名な話だが、ねじまには余罪がいくつもある可能性が高かった。あ、他にも犠牲者がいたっていう。当時近隣で行方不明になった若い女性が何人かいたからだ。ほう、
そうね、だいぶ騒ぎになった、まあ、マダムのクラスメイトもね。で、同じように殺した、今となっては生贄か。その被害に遭った可能性が高い女性の中に、え、妊婦が一人いてな。いや、それ壮絶すぎない？嘘、まさか。その妊婦を殺して、おお、解体した時に取り出した、取り出された子供の可能性があると。その子を育ててたってこと？もちろん憶測に憶測を重ねてる話なんで、確定できるものじゃないがね。いや、だとしたらヤバすぎない、ね、島。ただあの男が橋の下でわざわざ捨て子を拾う可能性よりは高えんじゃねえかって話だ。まあなくはないんだろうけど。うえ、気分が。マダム、いやそうだよ、ね、てかマダム、しっかりちょっと刺激が強い話だったね。てかマダムだけは一般人なんだからさ、一回外に出しといてあげてよ。いや、だが実際はそうじゃなくて、これでもし奴に蘇生の黒魔術なんて目的があったとするなら、あ、なるほど、ひょっとすると赤ん坊は奴の実の娘で、その母親にあたる女性が死んでいて、実はそいつを蘇らせるためなんて可能性もあるのかも。ねじまが蘇らせたい相手は謎ではあるけど、確かにまあそういう可能性もありますよね。って思っただけだ。むしろそうであってほしいって願望だが、確かに妊婦を解体して得た子供っていうよりはそっちの方がまだ。ねじまによみがえらせたいと願うほどの相手がいた可能性となると、そこに当てはまるわけか。今呪詛玉を持っているというのもよみがえりの秘術を求めてのことかもしれないね。あ、まあ、そもそもよみがえりを求めてる人にしか呪詛玉は出ないっていう話だもんね。呪い殺すことにしか興味ねえもんだと思ってたわ。うん、いやマダム、ちょっと外出ていいですよマジで。警部さん、ん？マダム大丈夫？その時の赤ちゃんはどうなったの？ねえ、それも気になる。出生届の出されていない子供だったが、回復後里親が見つかって引き取られた。あ、引き取られたんだ。この情報が秘匿扱いになったのもその子の将来を考えてのことだ。まあ、じゃあどこかでまだ生きてるってことか、その子は。ああ、無事なのね。よかった。その子でも気になるな。さて、少し脱線してしまったが、祝いの式の続きだけども。あ、まだなんかあるんだ。ねじまを崇拝する祝いは、獄中の彼から情報を得て、魔導書を受け継いだわけだが、うん。その情報や研究によって巨額の富を手に入れるチャンスを得た。なんか報酬が出るっていう話ね。魔術を成功させたら報酬をもらえるって話だな。うん、うむ、その条件を祝いに持ちかけた相手だけど、え、書いてあんのそれ。なんとこれが、うん、お、飛白石鹸の女帝会長、山森夏恵だそうだ。つながってる。え、飛白石鹸、何、飛白のあの会長がか。いや、ちょっと飛白石鹸、そういうつながり、なんか悪の組織みたいなポジションになってるな。祝いのメモによると、飛白の女帝は異様なまでに老いを恐れている。なるほど。死ぬのが何よりも怖い。死んでも生き返りたい。美しさを守るためお金を惜しまない。若返りの黒魔術か。それで魔術や秘術何にでも手を出している。それに対する執念は凄まじいとのことだ。
だから蘇りの秘術も狙ってんのか。蘇生や若返りに関する噂には片っ端から支援して徹底的に調べさせているようだね。そのためには金に糸目はつけず魔術にまで手を出すってことか。弓岡があんだけ知ってんのもそういうことか。強欲なばあさんだな。がぜん黒幕っぽくなってきたな。飛迫石鹸ってことは今回研究家の荒石に金を出して蘇りの秘術を探させてるのも、あ、今の話の流れだとそうか、荒石先生のスポンサーも飛迫石鹸か。飛迫の魔女が蘇りの秘術なんて噂話に飛びつかないはずがないだろうね。そういうわけか。ほー、ああ、急に若返ったり蘇ったりしてもいいよ、神通力を持っているという設定にしているのか。はは、なるほど。それで信じるか。まあ信じるのか。なんだその話は。まあ実際若返ったり蘇ったりしたら信じるか、神通力。いや、なんでもない。それで岩井は魔導書で得た前金をちらつかせ、都合のいい隠れ蓑とする母子につけ入った。それが白石家、つまり白石敏子と道代の家だね。これは母子にとっては不運だった。いや、すごいな、すげえつながってきた。さてここからはマダムにも関係してくる話だよ。覚悟はいいかい。え、マダム、え、誘拐事件私に関係する、まさか。何のこと。え、秀一くんのことじゃない、やっぱり。その白石さんと秀一くんの関係。あ、待って、まさか。気づいたかい。気づいた、もしかして。え、おお、なんだこれ。え、山森夏江、白石敏子、みっちお、岩井寛吉郎、ねじま、ん、え、どういうこと。いや、何を聞かれてんだこれは。え、だから白石家とマダムのつながりってことだよね。いや、それはもう誘拐事件しかないんじゃない。白石道夫の子供魔術池。あ、これ戻れる。あ、戻れるんだ。いや、待てよ、生贄。あ、わかった。いや、多分岩井寛吉郎が生贄にしたのは子供。岩井寛吉郎の生贄は子供、秀一くんでは。だから誘拐された。あ、その通りだ。おお、合ってた。やっぱそういうことか。白石家を隠れ蓑にした岩井は本格的に魔術の実験を始めた。いや、つながったけど、岩井がやろうとしている若返りの黒魔術には生贄が必要らしいのだけども、それは若い子供の精気を抽出するという理屈だったらしい。おお、あー、やっぱりそれで秀一くんが、じゃあ岩井が、この男が。岩井はねじまを崇拝していた。ねじまを貶めた人間は許せないだろう。はあ。また自身も警察に捕まり服役した。その点で警察にも復讐したかったろう。いや、完全に逆恨みというか、ねじまの恨みを晴らしつつ警察に恥をかかせつつ、かつ生贄を満たす方法。そうか、それが誘拐事件。その全部を満たすため岩井は重間春江の息子を誘拐したのか。で、それに白石さん関わってた。ああ、マダムなら最初からあの子を生かして返す気はなかったということ。生贄にする気なら
そうでしょうね。ああ。誘拐犯が警察をおちょくるような態度だったのは少し気になっていた。そういうことか。そもそも身の代金が目的ではなく、警察の信用を落とすのが目的だったのだから当然だ。そしてそれが達成されたわけか。岩井は白石道夫を使って警戒を解き、通学途中の周一少年を誘拐したのだ。白石さん、やっぱそういう岩井、この男が周一を。でももう殺された。はあはあ、いや、やりきれないだろうな、マダム。おい、奥さん、気持ちはわかるが落ち着け。気持ちがわかる？ああ、ボス。気持ちがわかるですって？ボス、地雷よ。冗談じゃない。全部知った時に相手が死んでたってな。わかるもんか。警察なんかにわかってたまるものですか。こいつが生贄なんて馬鹿げた理由で。いやー、マダム。オーケー、マダム、抑えて。ここは刺激が強い。一旦出よう。うん、いや、もっと早めに出しといてあげて。悔しい、こんな。いやー、誘拐事件の真相は知れたけど。ああ、警部、僕らはここで失礼するが。あ、最後に一つ手記にあった大事な情報を伝えておこう。まだなんかあるんだ、情報が。おお、なんだ。うん、居場所。岩井は当然ながら昨年仮出獄した根島にも接触して、支援などいろいろと便宜を図っていた。そうなんだ、もう会ってたんだ岩井。ああ、なるほど、そうだろうな。うん、その中で一つ根島のために隠れ家も用意していたようだ。おお、やっぱり隠れ家。何？むしろ飛迫から得たお金は白石家じゃなくそっちに使っていたようだね。え、じゃあ根島の居場所書いてあったってこと？根島が今もどこかに潜伏しているとしたら、その隠れ家の可能性は高いだろう。うん。何？どこだそれは。隠れ家の場所は？あいにくその場所までは書かれていなかったが。そこは書いてないのかよ。それ以外のことめっちゃ書いてたのに。白石道夫もその隠れ家を知っていたようだ。あ、そうなの？根島と直接は会わせてないが、隠れ家の掃除などは手伝わせていたらしい。白石さんは根島の居場所を知ってる。手おい、その二人とももう死んでるじゃねえか。いや、でもやっこちゃんに。あ、いや、いるのか。やっこちゃんに取り付いてるとするならね。そうだ、白石道夫はいる。もし彼女から証言を得ることができれば、根島の隠れ家もわかるかもしれない。なるほど。だが話を聞くったってよ。そこはミオちゃんじゃない？それではマダムの具合も良くないので僕らはこれで失礼するよ。プロタもう行くのね。まあでもマダムの体調優先してあげて。じゃあ白石さんが言ってた罪っていうのはその誘拐のことか。やっぱりで、城之内はそれを目撃したから脅迫してた。風に当たって少しは落ち着いたかい、マダム。ええ、大丈夫。隅田川。突然誘拐犯が分かって少し錯乱してた。いやー、しょうがないっすよ。しかもそいつが死んでたっていうのはね。意図せず誘拐事件の方が先に解決してしまったね。そうだね、解決したのかこれで。でもね、甲斐さん、私、白石道夫には感謝してる。え？なんで？
それは呪いで誘拐犯を殺してくれたからかい？え、そういうこと？違うんじゃない？なんかそれも少しある。あ、少しあるんだ。だけどそれより、白石道夫がそれだけ多くの人を呪い殺しているなら、あ、城之内とかね、さぞ溜まってるんじゃないかと思って。あ、再婚。あー、マダム再婚。蘇りの秘術まだ諦めてない。ねえ、カイさん、でもそれつまりヤッコちゃんの呪詛玉ってことになるよね。誘拐犯が捕まろうが死のうが、やっぱり意味なんてない。意味がない。復讐なんてしたって何にも満たされないの。やっぱ秀一くんが蘇らないと。あとねじまが大量虐殺で再婚集めるつもりならそれでもいい。マダム、蘇りは諦めないで。やっぱりどうあっても秀一くんを蘇らせたいんだね、マダムは。お願いね。はあ、マダム。これどうなるんだ。いや、だってやっこちゃんの呪詛玉を奪おうとしてるってことだよね。それかねじま。喫茶店黒木郷。あ、いきなりもうなめ取りがある、あそこに。おお、出た荒井先生。いいか、本来ならお前らは喫茶店に入るだけでも拘束違反なんだからな。お、相席居酒屋やってるわ。警察の許可があるって話が嘘だった場合、私が処分されるということを忘れるなよ。なるほど、荒井先生同罪になるんだ。はーい、大丈夫です。軽いな。で、何が聞きたいんだ？あれだよね、霊野菜の収め方だよね。待ってよ。なめどり、なめどりあるね。これ、これ集めんのなんか意味あんのかな？実はこれのことなんですけど、荒いし目座りすぎだもん。うお、呪詛玉じゃないか。あ、そうか、この荒いしは初か。やっこちゃんの呪詛玉を見るの。おかめの面ってことは、これはバカ林か。お前たち昨晩学校にいたのか？くっそ、そんなところに。まあ、でもあそこで荒石に出会うと、殺される運命だったから。坂崎、お前か！お前が走り主なのか！急にテンション上がった。あ、いや、先生、落ち着いてください。呪いのことになると、すげえテンション上がるんだな、やっぱ。ちょっと反応が過激でびっくりしてます。いや、荒いし、まあ、おーっと、すまない、つい私としたことが。前殺された時はやっぱ殺意が高まってたせいなのかな、呪いで。で、呪詛玉がどうした？こういう場合この先生には、褒めて頼る、強気に行く。え、いや、じゃあ、いや、褒めて頼った方がいいんじゃない？博識な先生なら、この呪詛玉の件にもさぞ詳しいんじゃないかと思いまして。あ、下から言ってる。まあそうだな、この件について私より詳しい者はいないだろう。あ、もう早速懐柔されかかってるじゃん、荒井氏。私たち荒井先生しか頼れる人がいないんです。助けてください。いや、やっこちゃんこういうこともできんの？おお、そうか、そういうことならまあ聞いてやらんこともないかな。ちょろもじゃ、ちょろもじゃだぜこいつ。ありがとうございます。まあ若い子に頼られて嫌な気するおっさんいないだろうな。どうして今この蘇りの秘術とか七不思議の呪詛玉が発生したんでしょうか。ほほう、呪いを受けてそこに興味を持ったか。
なんか腹立つなこのおっさん。まず事の起こりに疑問を抱くとはなかなか研究家の素質があるぞ。うん、いや分かったから分かったからさっさと喋れや長文字。先生がこの呪いを呼び起こしたわけではないのでしょうか。荒石がやったわけじゃないんじゃない。いやあいにく私はそんなことまではやっていない。やっぱそうか、黒幕は別というかそもそもやろうとすらしていなかった。その霊野菜を実際に秘術を呼び起こすことが研究上そこまで重要ではなかったからな。なるほど。では荒石先生は霊野菜という古い陰陽道の儀式はご存知ありませんか。あ、ミオちゃんも参戦してきた。な、何のことだ。どうせオカルトだろ。え、あれ、いや前知ってる風じゃなかった荒石、霊野菜のこと。黒鈴は見た目通りオカルトが大好きなようだが、私はオカルトは専門外だ。いや、ミオちゃんそうかな。見た目通りってどの辺が。やっぱ星型の髪留めが良くないのか。であれば、どうして今、この秘術と呪いが呼び起こされたとお考えですか。いや、すっとぼけちょろもじゃじゃねえの、今の。私、今回の件は、誰かが意図的に起こしたものだと思っているのですけど、そうね、霊野菜の黒幕。ふむ、確かに自然発生した現象ではないと思うが。うん、お前たちそれを知ってどうするんだ。その知的好奇心の探求というか研究に値するんじゃないかなって。親子ちゃんそれっぽいこと言うね。なるほどな、それを言われると。うん。お、どうしたお前。お前うんこすんなよここで。なんか答えにくそうだね。なんか気張ってるみたいな顔しやがって。そっか、だったら答えにくい。おー、研究にまあ研究について聞いていいんじゃない。それじゃあ、ずっとこの顔してる。先生の研究するよみがえりの秘術について書かれた六名簿ってどういったものなんですか。この呪いの発生について喋りたくないんだ荒井翔。ほほう、そうか、それを教えてほしいか。ならばまずは六名簿の作者について解説してあげよう。あ、解説してくれるんだ。マジでちょろいなおっさん。これは特別だよゾーン。キモ、世間にはそこまで公開してないからな。特別だゾーンって呼んじゃった。あ、はい。おお、なんだこれ。六名簿は今から200年近く前、江戸時代の後期に、なんかEテレっぽさあるね。優秀だが無名だった陰陽師、土見門聖満という人物によって書かれた。お、道満聖満の聖満。ここ大事だぞ、しっかり覚えておけ。あ、はい。なんかオンライン授業みたい。土見門聖満、聞いたことないけど。あー、ミオちゃん知らないんだ。それはそうだろう。そうなの？陰陽師の名家の生まれだが、本流からは外れ、潜りの陰陽師として密かに活動していた人物だからな。潜りの陰陽師、そういうのもいたんだ。名前もつどつど適当に名乗っていたので、この名前が記録に残ることはほぼなかった。へえ、その人がと六名簿には書かれている。六名簿を書いた人か。そうなんだ。うん、このセイマンは優秀ではあるが変わり者だったようでな。陰陽師ね。伝説とされ誰も手をつけられなかった禁忌の法術、よみがえりの秘術の研究に没頭し復活させたのだ。それを六名簿にまとめたと。しかし禁術に手を出したことで一族から追放され、京都を離れて江戸本所に流れ着いたらしい。それで本所なんだ。六名簿はその江戸までの道中にセイマンが記録として書き残したものなのだ。なるほど。いや、なるほどだねミオちゃん。実際の秘術のやり方についても書かれてたのですよね。あ、
やり方もちゃんと書いてあったんだね。うむ、蘇りの秘術とは安倍の生命が得意としていた冥界と交信する秘術泰山不訓祭を用いて。あ、そんなんあんの？安倍の生命は知ってるけど。死者の魂を参照し、それを再婚に用いて新たな魂に複製することで冠婚をなすという荒技だ。え、すごい、そんな仕組みだったの？いや、俺全然わかんなかったけど今の説明で。なので、そもそも人の魂を再婚にする呪術を扱えるだけの術師でなければ使えない秘術であるとされている。あー、呪いが使える人じゃないと使えないと。さらに蘇りの秘術はあらかじめその儀式を行っておけば、あとは再婚を集めた際そのものの願いを受けて発動するようにできるという。本当にあんのか。じゃあ6名簿に書かれている内容はそこまでだ。これは6名簿とは無関係の複数の文献を照らし合わせて発見したことなのだが、うん、セイマンが江戸本所に流れ着いたという時期のちょうど直後ぐらいに、本所に着いた直後、同じく本所で死者の蘇生術をめぐった争いが起こったという記録があったのだ。へえ、え、それは死者の蘇生術をめぐる争い、まさに今の呪術バトルじゃないですか。詳細は分からん。あ、出た、この背景よく出る。ある男が死者を蘇生させる記述があると大衆を惑わし、争いを生み9人の死者が出る惨事となった。9人の死者といった一文だけが残されていてな。あ、それが本庄七不思議になったのか。9人が蘇生の術を争って、この惨事について私は本庄事変と名付け、ずっと昔から研究の対象にしていて、本庄事変、そしてこの一連の本庄事変こそが本庄七不思議の起源なのではないかと見込んでいるのだ。いや、でしょうね。え、だから、あ、それで呪詛玉の恨みの記憶もそれじゃない。本庄事変の原因となった蘇生の術こそセイマンの蘇りの秘術であると。でしょうね。それはそうだ、六名簿がそこに結びついたんだ。坂崎、お前が本当に頭主なのであれば、うん、呪詛玉を手に入れた時頭に恨みの記憶が刷り込まれなかったか。あ、それは刷り込まれたよね、やっこちゃん。あ、ある。ある、あるって言うんだ。それこそ本庄事変で死んだ9人の最後の瞬間の出来事なのだ。やっぱりな、大体が恨みを抱えて死んでいくような内容だと思うが、恨みの記憶が蘇りの秘術に関わってた。犠牲になった9人が9つの呪詠となり、やがて七不思議として語られていった。なので今回の呪いで得られる恨みの記憶を集め、つなぎ合わせることで、おうおうおう、ベールに包まれていた本庄事変の全容が明らかにされるだろう。いやー、俺もそれは考えてたけど、なるほど。荒石もそれを研究してたのね。おい、だから坂崎、お前のバカ話の恨みの記憶も私に教えなさい。同じ顔して喋るとこうなる。え、ミオちゃん、これは教えるだけならいいんじゃない。うん、教えて大丈夫。出た、ミオちゃんの大丈夫。情報集めた方がいいと思う。まあ、呪詛玉を渡すわけじゃないしね。うん、伝えよう。じゃあ先生、バカ林の恨みの記憶ですが、踊り子の記憶だよね。よし、いいぞ。なんだそれ。おい、という感じで、バカ林は祭りの櫓から落ちて死んだ女性のようです。おい、お前寝てんじゃねえだろうな。なるほど、あ、起きてた。目開けろよ。ならばそれは違うだろうな。
違う。どういうこと？違う。何がですか？もったいぶんなよ。私は本所事変で犠牲になった9人、つまり九州の呪霊の中に、ほう、セイマン本人が含まれていると見込んでいる。え？お、え、セイマンも本所事変の犠牲者。蘇りの秘術作った人も一緒に死んでるってことか。それだけの力を持った陰陽師の人も呪霊になっているってことですか？うむ、そんな呪霊であればその呪詛玉が特別な能力を持っていてもおかしくない。特別な能力、それが片刃の足だったりする。呪霊によって呪詛玉の力が違う。あ、それ知らなかったんだ。ねえ、ミオちゃん、ミオちゃん、ヤッコちゃん、ヤッコちゃん、そのセイマンの呪霊なら、うん、この事態を収める力にもなるかもしれない。あ、霊野菜を沈める。おい、何をこそこそ話している。いや、こそこそ話せる距離じゃなくない？いえ、なんでもないです。あ、じゃあそのセイマンの呪詛玉を見つけることが目的になるのかな。先生、今恨みの記憶ってどのくらい集まってるんですか？え、いや、荒石は私が把握しているのは、ボスに教えてもらったんだっけ、落ち葉なき士、足洗い屋敷、消えずアンドン、そして今のバカ林の4編だな。あー、ボスが持ってるのも含めてね。その中でも特に重要なのが足洗い屋敷と落ち葉なき士だ。お、そうなんだ。ガッキーの足洗い屋敷、どんな内容なんですか？まず足洗い屋敷だが、なんか女の陰陽師がね、この記憶にはそのもの、ズバリ陰陽師が登場している。それがセイマン？え？だがセイマンではない。あ、違うんだ。己の美貌を磨き上げることに執着し、蘇りの秘術を求めた陰陽師の女らしい。セイマンは女性じゃないのか。どうも秘術をめぐってセイマンと対決して敗れ、自慢の足に汚れがついたような様子がうかがえる。セイマンとバトったのか。この陰陽師の足洗い屋敷の呪霊は特別で、呪いの条件の達成難易度も格段に低い。そうだね、声を聞かせるだけだもんね。あの刑事はこんな呪いをよくしのげたものだ。まあまあ、ランタンという呪霊がついてましたから。セイマンと対立する陰陽師の女が本所事変に関与していたか。対立してたんだね。それは気になるかも。そして落ち葉なき C、 落ち葉なき C はあれだよね、この呪霊は流言を流布した罪で首をくくられた根付職人の陣吉という男だ。蘇りの術みたいなん出てくるもんね。その流言の内容というのが死人を蘇生させる術なのだという。いや、そうそう、もろね、もろワードが出てくる。蘇りの秘術。そう、おそらくこの陣吉という男はセイマンと接触があったのだろう。なるほどね。この恨みの記憶が全て集められれば全貌が明らかになり、七不思議の新たな事実が浮かび上がるだろう。それを荒石は狙ってるわけね。私はそれが知りたいのだよ。